とワッファです。今日はですね、再生医療をこの九州に来てから再生医療を始めて約1年が経ったので、その1年の変化っていうのを、まあ、担当してくれてるセラピストさんと一緒に、まあ、いろいろお話をしていこうと思います。投与はこの1年間で9回行いました。静脈投与、点滴からこう行う投与と、あとは局所投与、背中から約12番くらいですね、胸椎の12番くらいあたりに注射針を刺してそこから投与するっていうことを行ったのが計9回になります。1年前、リハビリをする前の状態ざっくりだなまず、まあ、何を目標にまず第一段階として、やってたかっていうところからだけど、うん、まず老いの悩みとしてがそのズボンの便座でとか、うん、はい、お願いします。こっちが苦手な方ね、はい、なるほど。届くズボンの短冊になった時の脱げはぎっていうのがなんかもうちょっとお尻上げれたら、うん、あやりやすいなっていうのと、あとラーメンをラーメンとか、うん、みんなこの辺でこう食べるじゃん、手つかずして、それができないから肘ついて食べるしかない。そのご飯を肘をつかずにこう中腰というかちょっと前傾姿勢で食べたいなっていうのを目標にまず第一段階としてリハビリをスタートしました、うん、でその時のリハビリ方法というか、うん、どういうところにこう意識というかアプローチというかをやってたんですか改めて言われるとなんかすごい雑な人がいるちょっと分けて説明すると、うん、まずトイレのズボンを脱ぎたい、うん、上手に脱ぎたいっていうところで、うん、まあこういう動きですね、うんうん、こういうちょっとこうお尻をキュッと上げるような動きが、うん、まあ出せればなっていうのが、うん、まあ、さっきの目標からちょっとこう、うん、出てくるそう動作の、まあ、目標というか、うん、といったところになってくるんですけど、うん、まあ、そこで大事になってくるのがこの横腹の筋肉、うんうんうん、これをキュッとこう縮めて使えるっていうのと、うん、まあ、反対にこっち側の横腹の筋肉はしっかり伸びないといけないっていうところがまず一つです。でもう一つが足元なんですけど、便座ってこう結構まん丸でこう落ち込みやすい形をしているものもあれば、うん、まあ、最近だと結構こうフラットに近い便座、パナソニックの洗うのとか具体的に言うと、とうとうは結構こう中にこう入り込む。そう、便座でも全然その、うん、自分に対してのこう座り心地というかね、なんか全然そういうのが違くて、そう、ね、やりやすさも違うくなってくる、うん、で、まあ、結論から言うと、まあ、片手はやっぱりあった方がいいよねっていうところで、まあ、手すりはどうせあるところで、うん、トイレするしっていう、うんうんうん、まあ、そういうところを選んで外出するっていうのが一番最初だったんで、うん、まあ、その後は手すりなしでもできるようにっていうところを目標にやっていきましたけど、うん、でなった時はあの今度こっち側の支えになる方の、うん、この股関節のところになるんですけど、まあ、これがこうグラグラしてると、うん、こう支えられないと結局こっちがキュッと上がらない、うん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 、しっかりここがくるっと回るように、これが抜けちゃわないよ、ね、うん、
するっていうのがすごく大切になってくるんで、うんまあ、この2つに対して練習をしていたっていうところですね。だ結局腰回りというか、うん、そこら辺の使い方、ね、筋肉とかっていうのをやってた。そうですね、うん、っていうのと、まあ、足首が結構真子さんの場合硬かったのもあるので、うんうん、こうちょっと内側に足が向いちゃってる状態、うん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 、でしっかりと足の裏全体で地面がつけなかったので、うん、そうなると元々がこう開いちゃう姿勢になりやすかったのもあるから、はいはい、硬さを取りながらといいますか、うん、しっかりと筋肉が働ける環境を作って練習とかしていきましたね。お願いします。見えない。はい。なるほど。届く。あ、ラーメンに対しては、大事な、おいが思ってたのは、その支えるための、まあ、背中とか腹筋とかもそうだけど、うん、こっちの肩周りというか。全然麻痺してない、障害ないのに、うん、めちゃくちゃ下手くその使い方をしてたっていうのがあって、うん、そこを、まあ、そのうちらではその分離っていう言い方、うんその背中とかお腹とかとこの肩周り腕とかの使い方をこう分けようねちゃんとこう意識変えようねっていうのっていうのを分離って言い方したんだけどそれがめちゃくちゃ大変だった個人的には。うん麻痺してないところをうまく使う方の方がなんか大変だったっていうのがある、うん、でもそれはもともとこう車椅子生活になってしまった時からのこう補ってたっていう、うん、麻痺してた部分を使えないからその分使えるところで普通だったら使わないような動きとか、うん、安定性を求めて使ってたりとかっていうのがあったから無意識にやってたことを意識的にやるっていうのが、うん、すごく難しかったんだよね。そうねまあ多分見てる人は今の全然わかんないと思う何のこっちゃっていう感じだと思うんで、うんまあ、ちょっと簡単に説明すると、うん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 、その無意識でやってた部分っていうのは、うんまあ、ウルトラマンの人形とかで僕よく例えたりするんですけど、うんまあ、昔の人形で思い出したんですよフィギュア、うん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 、あれってこう手をこう前にパンってすると、うん、ストーンってこう倒れちゃうの分かります、うんうんうん、あれってこう支えの筋肉が前にこう行くと重力がその分腕にかかるので、うん、その重さに耐えうる力がお腹周りと背中周りにないといけないんですけど、うんうん、真子さんの場合はそれが反応として薄かった、うん、なので上げたらそのままこう倒れてしまう、うんうん、で分離っていう、まあ、次の話なんですけど、うんまあ、これをなくすために今度こう肩甲骨をね、うんうんうん、内側にこう寄せてあらかじめこう後ろでこうバランスをとって、うん、お入ってる血来てるよ血オッケーで上げていく時もあんまりこう前に行くとまた倒れちゃいそうだから、うん、前に行かないように今度上にこう行きやすいように肩すくめて、うんまあ、大げさにやるとこんな感じ、うん、前はきついからちょっとこう横に行ったりとかしてまあサボられてたっていう感じだったので、うんまあ、その今はなんか普通にできてると思っても、うんまあ、実はちょっと、ね、違ったりとかするっていうところで学習はどんどん必要かなっていうところですかね、うんそこをだからもう繰り返しやって、うん、覚えさせるというか意識を変えていくというか、 なんかそういうのがまず、まあ、前半だねほんと夏前あたりが結構そういうのをやってて、うん、はい OK はいあでも安定しましたねね、はいはい、すごくない、うんうん、グラグラだったのにで、まあ、夏頃になった時に火傷を私がしてしまったから、うん、もうほとんど、まあ、入院もあったし今までやってたリハビリっていうのができなくお休みをしてた時期があったで、
入院生活で姿勢が悪い寝方であったりとか、うん、体勢っていうのはどうしても取らなきゃいけなかったし、自然ともう牽制がめちゃくちゃ火傷のせいで強くなっちゃって、うん、そうせざるを得なかったっていうのがあって、こう今まで作り上げてきた体を個人的にはもうゼロになっちゃったのかなって思うくらい、なんか元に戻っちゃったというか、うん、よりひどくなってたっていうのがあって、福岡に来れるようになってリハビリを始めますってなった時からは、もう牽制がもうすごすぎたのと、うん、腹筋とかなんかもういろんなところがカチカチ、うん、カチカチすぎてもう何もできない状態だったんだよね。だからそこをまずそのカチカチさんを日々ちょっとずつちょっとずつほぐして使ってカチカチさんを取るっていうのもそうだし、形成の感じがやっぱ変わっちゃったから全体的な、そこをまたもう一回今までの考えでこれできたのにできなくなったっていうのをまた変えなきゃいけないっていうのをちょっとやってたんだよね。今までラーメン食べるとか何かをするためのリハっていうよりは、まず今の自分のこのあの体になれようっていうことをなんか主にやってたんじゃないかなって私は思っていい。合ってた、合ってた認識。まあ、あのそれでもやっぱりちゃんと生活を送らないといけないのは正直あるから、うんうん、まあ、火傷してしまった体でその入りやすい形成とまたどううまくコントロールしたらまた前みたいな生活に戻れるのかなっていう、まあ、現実味を帯びたこう直接まあ動作を見て判断して、こうしたらうまくいくんじゃないかなっていうのをこうずっと考えながらやってたのも一つ、確かにおっしゃる通りあるんだけども、その形成のパターンが変わったっていう一つの要因がある中で、火傷って関与してるだろうなっていうところは正直あったんですよね。で、まあ、じゃあ火傷がどういうふうにその軽縮と絡んできてるのかっていう話なんですけど、そこはあの皮膚反射って呼ばれる、これもう一つ脊髄反射っていうのがあるんですけど、なんかすごいこう曲がっちゃう形成が増えたじゃないですか、あの火傷した後って、で、まあ、こう皮膚をこうギュッと押すと、ギュッてこう曲がっちゃう反射が簡単に皮膚反射なんですけど、やけどするとこう皮膚がまだ未熟だから、ちょっとしたのでこう突っ張りやすい、すぐこうピーンと張っちゃう、からこう反射もすごく出やすい状態だったんですよね。で、まこさんの場合こう自動運動って言って自分の体を動かしながらこう皮膚を伸ばすっていうのが、足元はさらにできない部位だったので、まあ、こう僕らが途中でやってどれぐらい良くなるかなっていう経過を見ながら行ったんですけど、まあそれは結構こうそうしたのかなっていう部分もあって、割とこう早めに火傷のと形成の影響っていうのは1ヶ月ぐらいかな、で落ち着いてきた部分 でまた春を一緒に併用し始めてさらに良くなってきたっていう感じなんですかね。今自分のお尻の筋肉反応してるなとか、あ、腰回りの筋肉に力が入ってるなっていう感覚はすごく分かるようになった。でも便の感覚としてはなんかいるってはっきりこう皆さんに言うことがなかなかもう自分だけの感覚が難しいんですけど、でもなんか